今回は8月9日の追加カードでノーマル最強格の吉田東洋を紹介するよ。スペックは武力7、知力5、活技と号令持ちとしては上出来。計略は指揮5で味方武力プラス4、約 7.8C、 斬撃命中した敵に1分欲しいほど武力3。指揮5で局地的とはいえ武力差7をつけることが可能で、相手の密集地や主力に当てることで一気に武力勝負に優位に立てる破格の性能。斬撃の合間も武力プラス4と指揮相応の性能があるから扱いも難しくないよ。使用感の近いカードとしては三国志のエクスプラ調子で深く乱戦しすぎないようにして一定間隔で斬撃と乱戦を使い分けて、このカードの色付近からこじ開けていければ理想かな。破れか。構築の自由度も高く、斬撃が投じにくい相手やフルコン手段に号令をもう一個積んで幅を広げると扱いやすいと思うよ。インターバル中に構築例を紹介しとくね。この辺りから試合解説していくよ。試合プランとしては装備力の差が大きいから、なるべく白兵や号令残髪同士のぶつけ合い勝負は避けて、長井の効率を生かして計略の使用数で有利展開を作りたい。これが現実だ、受け入れろ。見切った。東条五色の力結集させよ。失せろ。失せろ。従うものか。正しいものが破れるか。出過ぎたか。私は逃げるが勝ちってな。終わらせるわけには。流派発動。一の型諦めてなるものか。敵はいないだろうな。失せろ。放て。長井の範囲の広さなら茜ちゃんの合流を待てそうやな。これが現実だ、受け入れろ。行くぞ。三河武士の意地と誇りを発揮する時ぞ。犬だ、切って捨ててやる。伏せろ。放て。終わらせるわけには。包囲は左横りっぽいから左下の谷が見とる間に殲滅しに行くよ。逃げるが勝ちってな。流派発動。三の型
発動。3の型。正しいものが破れる。出すぎたか。やってしまった。撃てろ犬どもの分際で。見切った。弱小、ここまでか。王城五色の力結集させよ。人を信じれば痛い目を見る。違った。天下解放。諦めよ。これが現実だ。受け入れろ。終わらせるわけには。出て大丈夫。行くぞ。逃げるが勝ちってな。吉田東洋の扱いに慣れたいのもあるし、ここも最後までしっかり行くよ。三国志の頂上の時みたいに、最後に何があるかわからんの精神を大事にしたい。行くぞ。見切った。正しいものが破れるか。犬ども、切って捨ててやる。三河武士の意地と誇りを発揮する時だ。俺がやっちゃる。やっちゃる気に。弱小、ここまでか。出過ぎたか。放て。前回紹介した突撃直前に撃って最大火力で突撃する使い方。というわけで1戦目でした。2戦目は吉田東洋の瞬間的な爆発力のわかる試合やから、最後まで向けてほしいな。この編成使い出してからかなり勝率良くて、階級もストレートに上がっていったし、かなりポテンシャルあると感じたよ。この試合は相手のデッキが足並みを崩す性能に長けとるから、しっかり舞台を整えて全員でラインを上げつつ焼かれない位置取りを意識していきたいかな。退場だと。常に最悪の舞台を想定して見切った。焦りに付き合って。見切った。行くぞ。くらえ。違った。くらえ。出て大丈夫か。見
ここまでライン上げられた状態から投げ詰めと草下の両方を対処するのは難しそうやし、少し早いけど先打ちで知力を下げとこうかな。人を信じれば痛い目を見る。違うんだ、私は。この剣で人々を守護する。行くぞ。くらえ。出過ぎたか。出て大丈夫か。畜生、ここまでか。せよ。どうだ。失せろ。まだ終わるわけには。犬どもの分際で見切った。敵はいないだろうか。見切った。流派発動。一の型。任せておけ。決死へ。くらえ。流派発動。一の型。くらえ。前進作戦。これが現実だ、受け入れろ。行くぞ。ちょっと相撲神は三国志でそれなりに使ってきたからある程度対処知ってるんだけど、相手の初動を見て跳ね返ってくるであろうところに槍を出しに行くのが最適。捨ててやる。終わっちまった。行くぞ。失せろ。行くぞ。見切った。せよ。強い。戦機解放。死に者が破れるか。見切るんだ。ここは任せ。この剣で人々を守護する。下げたら状況悪化しそうやし、できる限り投げ詰め以外に撃破されに行きたいとこやね。ここまでか。失せろ。犬どもの分際で戦機解放。任せておけ。発動。二の型。
剣で人々を守護する。これが現実だ、受け入れろ。流派発動。身の肩犬ども切って捨ててやる。本棚で速度も上がっとるし、ここは火力集中で一気に流れ込んで一発をねじ込みに行くよ。終わるわけには。強い。なんて性能や。下方修正来そうなカードやから今のうちに使っとくのが良さそうやな。見切った。正しいものが破れるか。退場だと。犬どもに容赦はいらんぞ。ご視聴ありがとうございました。このカードは本当に強くて構築もいろいろできるからかなりヤバい壊れ候補やと感じたよ。